番弾けた花火だよ。マサムネ本当面白いからね。あれやばい。ブラックよりブラックは打ったことないけど打とうと思ってる。あとウルトラセブンでしょ。ウルトラセブンやばそうじゃない。ブラックのがいい。ブラックブラックのがいい。それで言ったらセイヤがゴッドかけて戦うとかないでしょ。ゴッドかけて戦う、うん、ゴッドかけて勝ったら900ゲームまあゴッド超えるよね。えブラック、うん、ブラック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 。そんな最大俺だから6700枚持ってて、うん、1200ゲームをかけて戦ってたの。だから勝てば満枚だったの。はいはいはい。っていう戦いがある。それ全部自分の叩きよ。これこれで1200ゲーム勝ったらもう満員。勝ったんですよ。うん、早く終わりたくて負けるようにやっちゃった。負けそっちね。負けるようにやっちゃったから。そっちやっちゃった。そうなんですね。すごいね。でも冷静に考えたら満枚だからさ、少しぐらい頑張ればいいの。そうだ。満枚出すのも俺らの仕事じゃない。なんかカメラさんとかみんな帰っちゃって。あ、帰っちゃったんだ。で、まあ、俺も早く帰りたいと思っちゃった。どこの現場？ん？どこ？ジャンバリ？違う、おもすろ。あ、おもすろ、うん、おもすろで おもすろではい、お願いします。あれ、やべ、まあまあいいだろう。はい、おはようございます。おはようございます。アビック2番館です、ね、神戸。久しぶりです。今日走ってきたんですか？今日はもう最近これ覚えちゃった。楽で楽で。お財布どうするの？スウェットの人多いのは分かんない。俺は自腹なんで腹の中入れちゃう。腹？腹に。あ、これってこと？違う、俺のスタイルは皆さんご存知だと思いますけど。知らねえか。こうでしょ。僕のスタイルは実践中はこうです。こう。普段はどうする？普段こう。もしこのウエストポーチを持ってなければこうやって俺普通に街を歩いてこうやって。タバコは？タバコはここに入れる。ああ、そう。でもしくはこうやって持ってある。これはほらセレブスタイルって言われてるらしいです。あ、こうやって持つのか。そうそう。はあ、まあでもなんかこれがおしゃれらしい。確かにそうやって持ってる人は LA とかいるいる。キャリフォルニアとかで。キャリフォルニアね。そうそうそう。なんか俺それがダメで、うん、ね、なんか落ち着かないから。長財布だったっけ財布。長い落ち着かないんですよ。ここ入れるとさ折れない。折れない。折れるの？いやいや、だからあの座るときはこれ外すの。あ、外すで椅子の後ろにこう置くの。あ、なるほど。だから俺席立ってもこうなるように。あ、チェーンをつけて。チェーンがついてる。なるほど。システムです。そう、俺も長財布でここ入れるの嫌だから。そうだから折れるの嫌だからこうなる。ああ、そう。真似していいよ。で、だから35番でゴーエモンかマサムネが取れるかどうかも分かりません。取れるっしょ。あと俺の85番もブラック1台しかないから。ブラック1台しかない。取れなかったらどうしようかなと思って。リノか、うん、何やる。凱旋、リノ、ゴーエモン、ブラック、最新凱旋マサムネ凱旋、リノ、マサムネ、ゴーエモン、ブラック。まあ割と何でもある。窓ガニも。マサムネ6台もあんじゃん。あるある。ゴーエモン5台もあんじゃん。絶対いけるよこれ。ゴーエモンかマサムネいいんでしょ。それいい。あ、笑うセールスマンもあるよ。笑うでいい。まあいい思いしたことないからちょっとあれだけど。ミリオン朝とかすっげー面白いけどこれ。本当になんかよくわかんない。なんか期待度とかなんかすごいアナログ出てくる。ああ、そう、忍びも1だ。赤月って男塾は、うん、触ったことないけど打ってみたい。アジン、アジン。ない、打ったことない。じゃあこの辺ね、この辺打ったことないの打つの好きでしょ。だって好き。あ、でも忍びにして
白身ね、ダメだったら、うん、ブラックリノ忍び、うん、デビルマン、デビルマンも触ってない。あ、35番、はい、ナンバー。あ、ゴーちゃん、ゴーちゃん、ゴーちゃんでいいよね、もういいよね、うん、カードでいいだろ。はい、おはようございます。なんだっけなんだっけ、ブラックブラック、温泉湧いとるよ。ゴエモン隣で打つ、ゴエモン隣で打つ。いや、もういるあ、いた。ブラックどこ、ブラック見てない、まだ。お、マサムネもあんじゃん、マサムネもあるよ。あ、あったあった、あ、全然全然取れん。さあ、行きましょう。35番入場、うちが取ったのがゴエモンと、ゴエモン、ジャンバルでは初めてですね。はい、行っていきたいと思います。打ち方、左リールバー狙い、あとは適当で OK です。一応獅子舞があるか、獅子舞止まったら、あ、中右バーを狙って獅子舞ゲット。で、目指すところは15分の1、成立するこの盗めですね。中段1ライン有効、中段1ライン有効ですので、中段のいずれかにこの六角形の盗む、取るって書いてある、この絵柄が止まれば ARP 抽選行われます。いただきます。パッとフラッシュしましたけども、これが28分の1の MB、 MB の後は 100% 盗めが来ると。娘を出すと7ゲーム間のスペシャルタイム ST 状態に突入、その間はここのランプが点灯すると。で、この間にこの ST の間に勃発娘を重ねていくと、重ねたポイントの分で、ART 抽選が行われると。なんでこのままST 終わっちゃいますと、 1連投って書いてあるんですけど、1ポイント分での ART 抽選が行われます。はい、ここで抽選されたんで、もし ART に当たってるんであれば、ここから全長走り出してっていうことなんですけど、なかなか1ポイントじゃ当たんないですね。やっぱり4ポイントは欲しいかな、4ポイントは。で、中段ライン2つ娘が出てるんで、中娘2ポイント一気に連獲得。これが135分の1で成立する貴族目と呼ばれる12ゲーム間の盗め高確率状態になります。12ゲーム間で盗めが3回出るか、もしくは12ゲーム継続した場合に、この高確率状態は終わります。で、今4ポイントまでいったんで、設定1でも8分の1、6であれば4分の1で今当たる状態で、5連まで行ったんで、ここまで来れば1で4分の1、6で、2分の1弱、45% くらい。もう一発重なれば、最大の6ポイントになるんで、6ポイントであれば、1で 45%、6で 66%、3分の2で
ART に当たる状態。さあちょっと、あ、終わっちゃった。もう一発欲しいよね。でもすでに5連なんで、15% から 45% では当たる。あ、今ボタン押すの久しぶりだからさ。負けますけれども、あ、ここで団長でいうところの特訓です。ダット演出って言うんですけれども、このダット中は演出で来たるべき対決の内容を絞っていきます。ランコっていう敵を倒したのでランコと戦うことはない。この対決なんですけれども、まあこんだけ残ってるんで、狂犬の一番これが来たらちょっと良くない。お、あ、チャップ、ここを押して揃えば期待度アップなんですけど、これで1の 25% か6の 45% かっていうところ、揃えなかったっていう話になるんで、お休みの塔設定6っていう意味では弱いかな。でここでね、二足目が欲しいよ。二足目が頭にきちゃうわね。8分の1から4分の1、さすがにさ、ポイント2回外してるもんだからさ、お、ちょっと待って、今俺ボタン押してないのに出てきてるな。これは2パターンです。これは2パターン、これは2パターン、いや見りゃ分かんない、分かんないもんだね、パチスロは。いや、じゃあまだ当たってないかんだ、俺喜ばないんだから。反動撃破、反動撃破、やられてますよ。イエスイエス。さあもうマダラのバレーボールしか残ってないか。あ、当たるね、これ当たる、これ当たる。その目で6カット ART 入るんですが、まずゴーエモンの ART は最初に特化ゾーン、ゲームスーパーの特化ゾーンを消化した後もう始まります。で今
ただ鬼才が13というふうに出てますけれども、これは特化ゾーンを消化できるゲーム数ですね。だから13ゲームは最低消化できる。で特化ゾーン残り4ゲームになると ST スペシャルタイムの状態になって、その4ゲーム間にデプレイ以外の子役を揃えられれば、もしくは上乗せすることができれば、また4ゲームに復活します。宇宙の娘で鬼界獲得抽選を行われるんですけども、これだ、特化ゾーン入ってからやってほしかったんだね。136分の1、まずは7を揃えてから ART スタートになります。赤7で特化ゾーン1個、白7だったら AT レベル E 特化ゾーン2個だ。選べますね。こっちはチャンス告知っていうか、サイドネ告知で結構これ押しちゃうともう決まっちゃうんで、これ完全告知で、これアート告知、まあ、みんな好きなのはこの便利効果で通りますやった後、次のゲームから飛び出す。まあ一回観光地ね、後ろ入ればもう上乗せ。うまく表現解放していかないと。先に厚打ちにときますけれども、中リールバー狙って右リール上段に娘、まあ上段受けならなければなんかなんですけど、おおむね小屋確率が4分の1、結構ねドローメンの時はお肉菜が増えたりします。なければ MB なんで、残り1でしたけど上乗せしたのでまた4に戻ります。
170って言われてる。もう一回ここで買うの。でこのゴーエモン ART 中 ART レベルっていうのが4段階あって、で ART レベルがいいと娘の出現率がすごいアップするとこに行くんですよ。でこいつ選ばないと、その更新レベルっていうんですけど、盗む神のレベル、これが一番おすすめです。あのよく分かってない場合は、よく分かってない場合は、送信レベルが高いと、あの北斗転生のステージじゃないですけども、ゴーエモンの周りに人がやたら集まってくるようになります。一番上のレベルだとなんとなく娘が6分の1で出るって話なんですけど、ちょっと体感したことないんですけど、通常は通常時通り15分の1ぐらいらしいです。はい、同様、まあ、娘を重ねて、重なったポイントに応じて今度はチャンスゾーンの抽選が行われます。チャンスゾーンは成功すれば突破と。はい、今アマネちゃん出てますけども、これはレベルがいいよ、まだ1じゃないかなぐらい。はい、あーぼちぼち、今夕方背景ですけども、これ内部的な兆候で娘を引けば1ポイントで2ポイントとかたまりやすい状態。ある場合は煽りが、あの番長のもの、男気の煽りが入る。あーだめ、ね、ORT 死んでるのは押し順で取りこぼすまで RT 状態ですね。ツイッターにも書いたんですけど、最近狂楽の台がなかなかいいねと、ウルトラセブンしかり、サイコパスあたりからなんかこう狂楽の台が来始めているという話なんですが、いろいろリサーチしてみたら、三強のゴルゴ13、そして藤昌司の地獄少女、それから狂楽のブラックウルトラセブン、あと何だっけ、あ、三陽の聖夜か、全部パチンコメーカーというね。不思議な状況が巻き起こってる。ブラックもウルトラセブンも刺さりどころがあるので非常に好きではあるんですが、先に言っとくと通常時は、暇です。これはもう仕方がない。初当たりはもう重たいし、なんか当たりそうな感じも特にないままに延々ハマるんで、で、まあ、最近の台なのでベースは割と高めだから数字だけ上がっていくみたいな、ものすげえハマってんのに対して金減ってねえなみたいな感じで延々ハマっていくんだ。これはもう今のご時世、刺さる台を作ろうとしたらこういう風にならざるを得ないということなんだと思うんですけどね。
それでも刺さる方向で台を作ったというところはもう評価に値しますね。前回その放浪記で仮面ライダーブラックを初打ちした時の動画をありがたいことに協力の方がホームページに載せていいかってなんか連絡くれたそうで、あもちろん喜んでという返事をしたんですが、初当たりまでに延々文句しか言ってなかったのに、どうしてあれがそんなに気に入ってもらえたんだろうって思ってたら、釈島先生がうまく編集してたっぽいね。ものの見事にあの文句言ってるとこをバッスリうまいこと切ってくれてた、ね。貴様は左遷と皆に我々の力を思い知らせてくれる。さっきのジャプチェから言ったどこのアジトをここで、あ、スイカここにたどり着けるかな。スイカはリプレイなので狙う必要ないと思います。そこっこしとはもっと強くならなくてもいい。なんでもっと強くならなくて、あ、煽りか。あら、自力のチャンスゾーンだ。仮面ライダー、ここで決着をつけ、愛人たちの恨みを晴らしてやる。残り11ゲームでミッション4つクリアすると勝ち確でしょ多分。はい、ナイス MVP。 かかってこい、マルチナイト。結構来るわ。開けられない。ナイスベル。ダメか。開けられない。1個じゃダメだよ、最低2個。あーやばい、ダメだ、終わった。最低2個だよ。最低2個だよね。ライダーチャンスにこんなにあっさりいくっていうのはちょっと信じられないんだけど。これより仮面ライダーマスター作戦に取り、地上探知は人間。やるぞ。逃がさず。おい、ナイス。こんな行かないよライダーチャンス自体。おかしい。仮面ライダー、なあ、ここで決着をつけ、貴様はここで破滅するのだ。これがまた強いのか弱いのかよくわかんない。
プレーで行った。はい、ナイス。はい、スタチオ。2個か。あー来ない、ボタン来ない。結局2個だ。諦めの仮面ライダー、貴様は終わりだ。地獄へ行け。ダメだ、サイバーカー。よし、よし、こんないかない、こんないかない、こんないかないから、本当にこんないかない。うわあ、いい台だいい台だ、わーわー言ってますけど、結局何も当たってないんだよね。あんなにライダーチャンスに行くっていうの自体がもう考えられないので、ちょっと色めき立ってはおりますが、果たしてそれであんなに勝てないのがいい台なのかいって言われると、それもそうだねみたいな。もっと強くならなくては。また強水化だ。そんで700ゲームちょうど。あ、ゲーム数の方行った。あ、ゲーム数で当たったわ。ゲーム数で当たったって、あのゲーム数のチャンスゾーンで当たったって。大丈夫だ、覚醒だ、覚醒だ。こっからだよ。あ、喋ったよ。100ゲームじゃない？100か40どっちかだと思うんだけど。孝太郎さんなんとかって言ったもん。いやー全然40だわ。何なんだろう、あれ絶対スペシャルテンパイオン的なやつだと思う。だいたい俺の場合過去を見直したら全部喋ってるとかあるんだけど。これね、敵と対決して勝てばそのまま消化したゲーム数が戻ってくる感じです。
はい、ナイス。あ、ナイスじゃねえや、間違えた。このリプレイだけが敵の攻撃。真ん中が赤いやつだとベルトリプレイで、こっちの反撃です。これもこっちでリプレイが揃えば攻撃、リプレイが下段に揃うとやられるんだよ。まだ通れるわけにはいかない。俺こそ仮面ライダー。あー、もう、はい、1回で、レア子役だと、3コンボとかあるんだけど、あー、ほらほら、これ、逆転攻撃。はい、ナイス。はい、ナイス。うえ、うわー、もう次で終わり。うわー、よーえ。まあ、なんか40ゲームだったから大してドキドキしなかったけど、あれを1000ゲームとか持って戦ったりするんだよ。そうなるともう激アツです。危ない、セーフ。愛してます、愛してます、愛してます。ふぅ、乗ったの平均170。ご飯いけないじゃん。お願いします。告白する時も、あー、デートの時も、喧嘩の時も、ごめん、仲直りした時も、いつでもどこでもジャンバリ新着アプリ